釈迦納駅跡付近半径約500メートル範囲。上が小竹方面。駅直前まで複線の筑豊本線と並走し、分かれてすぐのところに駅があった。石炭積み出し用の側線を多く持っていた広い構内であり、本線部分は当時すでに道路化されているものの、2013年現在でも開発されずに放置されている区域が残っている。なお、筑豊本線の遠賀川橋梁は東側に現橋が建設される前のものである。1974年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成釈迦納駅は、かつて福岡県飯塚市釈迦納にあった日本国有鉄道幸福路線の駅である。幸い福路線の廃線に伴い、1969年12月8日に廃駅となった。本線上に一面一線の旅客用ホームに加え、石炭積み出し用の貨物線を複数有する地上駅であった。貨物線は構内の小竹方で本線から分岐していた。小竹駅から並走してきた筑豊本線から分かれたところにあり、幸い福路線跡の市道が国道から分岐した位置の至近にある。駅跡は一部保育園や道路に転用されたほかは、やぶ化している。廃止後に当駅付近は道路とならず放置され、一部に分岐器などが残っており、2009年には駅北側で飯塚市教育委員会による炭鉱施設の調査も行われた。ありがとうございます。